皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日は視聴者さんから質問をいただきましたので動画を作ります。今回の動画はかなり踏み込んだ内容になるので、そういうのが苦手じゃないよっていう方は最後までご覧ください。早速読みます。かのんさんこんにちは。でも、はい、漢字違うじゃねえか。漢じゃねえよ、歌だよ歌。私も彼女さんと、はっはっはい。何回言わせるんだ。私もカノンさんと同じ元男の子ですが、女性ホルモンのみしてて、体は手術してないタイプです。私が今回聞きたいのは、真面目な話ですが、性行為での感度で不安を持ってます。性転換しちゃったら、彼氏との行為中に感度が皆無にならないかってことです。私は体を手術したいのですが、彼氏はこのままでもいいと理解のある人です。私は性行為での感度を大事にしたいと思ってて、人生の中で重要なことだと思うんです。過去動画を遡ってもヒントになることが見つけられなかったので、もしよろしければ、カノンさんのお話を聞きたいです。お願いします。とのことです。ありがとうございます。私の周りにも質問者さんと同じようなタイプの方いらっしゃいます。まだ体は手術してないけど女として彼氏と付き合ってますよっていう方を、でも意外と結構いるんですよ。しかもね、手術してない元男の子さんもいる、全然いる。結構いろんなタイプの方がいて、私なんかで言うと、とりあえず体を女の子にしたいっていう感じの人間なんです。で、今回私が何を話したいかというと、手術する前の感度と性転換後の感度の大きな違いについてお話をしていきます。もちろん私も元男の子で男性時代を経験してるわけですから、そりゃね、男性としてのその感じ方をわかりますよ。そして今私は性転換をしてるんで、性転換女性器としての感度もなんとなくわかります。で、そこがちょっと概念が変わるっていうか、感度は感度なんですけども、またちょっと別物になるんです。まず性転換女性器の構造をまず話した方がわかりやすいと思うんで話します。まず女性器を作るので穴を作るわけです。で、その穴を横から見たらこう空洞になってますよね。そこに沿うような形で前立腺があるんですよ。そこが圧迫されることによって感度があるよっていうことなんです。すごいでしょっていうことで、こういう感じで私は手術をしてるんですけども、感じ方の大きな違いっていうのは、男性ってさ、突き抜ける感覚あるじゃないですか。それが多分男性的な感度を得る瞬間だと思うんですよ。それは私もわかるんですけども、今こういう性転換女性器の場合は絶頂っていう感覚があんまり明確ではないんですよ。じわ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 と暖かくなっていくような、まあそういう感じで上がっていく。男性的なこうこうではなくて、こういう緩やかな感じで登っていくんで、どっちかというと気持ち的に満たされて、私は今感じているんだっていう錯覚的なもの。あとは、さっき言った前立腺が圧迫されていることによってじわじわくる感度、その2パターンだと私は思ってます。ちょっと夢を壊しちゃうような言い方をすると、実はいいのかなこれ言って。正直ね、元男の子さんって性行為をするときに膣を使わないんです。全員がそうとは限らないですよ。私の周りの方は、まあ、結構そういう方が多い。なぜかというと、作った膣って悲しいけど所詮作り物なんですよ。なのでそれを使ってどうこうっていうのは、もう自分を女として認めてあげるっていう、その承認的欲求を満たすためのことなのかなってすごい私は思ってて、感度的なものになってしまうとお尻なのかなって私は思います。実際性別に悩んでない男性と女性のカップルの中でも、そのお尻っていうのはあるじゃないですか。たまに聞くんですけど、気持ちいいっていうことを味わいたいのであれば、お尻を使うっていうのが前立腺にダイレクトですから、そういう方が多いと思います。結構質問でいただくのが、性転換したら男性の時よりも7倍ぐらい気持ちよくなりますよねみたいな、ちょこちょこいただくんですけども、もう全くそういうことなくて、気持ちで気持ちいい、心的に快感を得るっていうのが私的には一番合ってると思うんで、質問者さんが感度を大事にしたいっていうのはなかなか当てはまらないんじゃないかなって私は思っちゃう。本
当に感度しかもう求めたくないっていう感じだったら、むしろ手術しない方が私はいいのかなって思います。質問者さんの体のことで私がすごい気になったのは、まだ体をいじってないっていうことですもんね。っていうことはお金玉もついてますよね。お金玉ってね、めちゃめちゃ重要な物なんですよ。今すごい性行為は重要なんだっていうことをおっしゃっていますが、お金玉を取っちゃうと、人それぞれではありますが、性欲っていう部分が180度ぐらい変わるんです。実は私も男子時代は性欲っていうのはしっかりありました。ただホルモンを始めて、そしてお金玉を取ることで、今まであった性欲が皆無っていうレベルでなくなったんで、今私は気持ちよくなりたいっていう感覚は少し収まると思います。ただ今回の質問者さんはどの部分を使って感度の話をしてんのか私にはわかんないんですよ。ポコを使ってんのか、それともお尻を使ってんのか。多分お尻なんだよね。だったらそんな変わらないっていうか、ポコでその感度のことを話してないのであれば手術してもいいんじゃないんですかっていうことです。難しい。こういう性別の話って人それぞれいろんな悩みがあるから、どういう目線で言えばいいのかっていうのが毎回迷いますね。ただ私なりの満足のいく回答ができたと思うんで良かったです。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。ツイッター、インスタグラム、そしてサブチャンネル青木かのの秘密箱は画面の下にリンクありますので、ぜひチャンネル登録をしてね。とお便りはインスタの DM にお願いします。また次の動画でお会いしましょう。久しぶりにこういう性別トークをしたんですけども、ちょっと期間が空いたんでなかなか話すのが難しかった。難しいよ。だってさ、私がこういうのがおすすめですみたいな感じのこと言ってさ、他の人がお、そうなんだと思って、なんか安易に、こういう、まあ、ホルモンとかもそうだし、手術とか、踏み切っちゃったりしたら、私責任取れないですからね。毎回、めちゃめちゃ慎重になっちゃう。適当なこと言うなよ、私みたいな。まあ、そういう感じで。だから一番、その、YouTube の私が出している動画シリーズの中で、編集かかんのは、性別動画なんですよ。もうカットしまくりだし、カットした、その喋った発言のこの前後を変えたりとか、もうそういうのめっちゃしてます。例えばだから、なんだろう。ありがとう、君って言うじゃないですか。で、ありがとうのところカットして、君を前にいて、君、ありがとう。とかなんかまあ、全然あれですよ。ダメだ。例えが難しい。そう。はい。それだけ難しいよっていうことなんですよ。ただそういう悩み事を私に打ち明けてくれるっていうのはすごい嬉しいなって思ってます。だって適当なことをその人に送んないじゃないですか。だからそれはもうずっと感謝してます。むしろ私のこの YouTube チャンネルってさ、そういう性別トークで結構成り立ってきたっていう感じじゃないですか。なら、視聴者さんにはいつも感謝してます。この後私は実家帰るんで、この辺で動画終わります。また見てねで埋もれてゆく夜空の下。